ルートビヒティークロバート・シュナイダー・ダビッド・ダンジェの長所のモデルになるティーク、カール・フォーゲル・フォン・フォーゲル・シュタイン・ルートビヒティークはドイツのロマン主義を代表する作家、詩人、編集者。ルートビヒティークは1773年5月31日、ベルリンで綱作り職人の子として生まれた。1782年からフリードリヒベルダー・ギムナジウムに通い、 そこで修正の友バッケンドーダーと遊戯を結んでいる。その後、春大学、ゲッティンゲン大学などで歴史や哲学、新旧の文学を学んでいる。1793年に在籍したエアランゲン大学ではバッケンドーダーも共に学んだ。この頃から、ティークはシェイクスピアに研究に没頭して、作家となるための修行を積み、在学中に、 バッケンローダーと共に各地を旅行して、ニュルンベルクや、風光明媚なフレンキシェシュバイツバイエルン北東部のフィヒテンゲビルゲ、ポンマースフェルデンにある、バロック時代の古城、バイセンシュタイン城などをめぐって見分した。これは、後の作品に大きく影響し、これらの経験を記した旅行記もティークの名を高めている。ティークは、すでに大学進学よりも前からベルリンで、 最初の試作を始めていたが、1794年、彼は学業を法的して、ベルリンに戻り、シュトラウス・フェーダーン氏に、後期啓蒙主義的視点から、娯楽小説や、実験的文学作品を発表した。これら3文作品のうち一部は、妹ゾフィートの合作として制作されている。1795年、ティークの最初の長編小説、ペーター・レープレヒト、 冒険的なところのない物語、ウィリアム・ラベルが、1796年には、アブダラがそれぞれ出版された。これらの作品においてティークはロマン主義への移行を完了し、民話や伝承に、ある時は劇的、風刺的である時は、簡潔な脚色を施した。1797年には、ペーター・レイプレヒトの民話を発表し、芸術家小説。 フランツ・シュテルンバルトの変歴を完成させて、ノバーリスやアイヒー・エンドルフに続く、ロマン主義小説の方向性を示すことになる。1797年の終わり頃ティークは、フリードリッシュ・レーゲルと初めて会う。1798年ハンブルクで説教し、アルベルトの娘と結婚し、1799年から1800年にかけてイエーナに滞在。 そこで、シュレーゲル兄弟やブレンターのフィヒテ、シェリングラと交友し、ゲーテとシラーの両名にもあっている。またアウグスト・ビルヘルム・シュレーゲルの紹介で、ノバーリスと地遇を得ている。シュレーゲルは、いわゆる異例な初期ロマン主義に属していたが、彼の展開したロマン主義の理論にティークの作品は、実例を提供することになった。1801年ティークは、家族と共に、 フランクフルト・アンデア・オーダーの東、ツイビンゲンに住む知人の所領に移った。1803年からはベルリンとツイビンゲンを往復する生活だったが、1805年にはバチカンに保管されていた古代ドイツ語の写本研究を目的にイタリアへ旅行している。この頃、風刺小説、セルビの王子、または美味を求める旅が出版された。また、ロマンシュー、悲劇、 聖女ゲノフェイファの生と死民衆本に層を得た喜劇皇帝オクタビアヌス1804年などを次々と発表しロマン主義的な主張を全面的に推し進めたさらに1799年から1801年にかけてセルバンテスのドンキホーテを翻訳しおそらくシェイクスピアの作品に返されると思われるいくつかの作品の翻訳を 古衛国演劇という題名で出版。その他に、中世の詩人、ウルリヒホンリヒテンシュタインの、女の義務、1812年を肯定、ローゼンプリュートや、ハンス・ザックス、アイラー、アンドレアス・グリューフィブス、ローエンシュタインなどバロック期の劇作家の作品を編集して、ドイツ演劇、1817年のタイトルで出版、民話や民間演劇などを集めた、 ファンタススを編集するなど多作な時代だった。ファンタススは後に増歩されて、ホルトゥナートという題名で再版されて読書界をティークに注目させた。忠実なエッカーと妖精たち、ハイ、金髪のエッグベルトなどの物語は、その詩的な価値の引いてていることが以前から広く認められている。1813年ティークはプラハに旅し、 ナポレオン没落の後ロンドンとパリに向かった。ロンドンに行ったのは主にシェイクスピアに関する作品を表す上で関心があったからだったが、その作品は完成されなかった。1819年から1841年までティークはドレスデンに住んだ。ドレスデンの俗流文学のつまらなさとティークの精神性は対照的だったが、 それでもほとんど毎晩模様される全国的に有名な彼のドラマティックな朗読会には彼の芸術に関する見解を指導的なものとして認める一団の人々が集まりティークはそれに満足していた彼は1820年代を通じて王立劇場文芸部員として強い影響力を持ったが一方では俗物の反対派による陰謀やデマなどで悩まされることも多かった 詩人、作家としてのティークは、ドレスで二重以降はもっぱらノベレのスタイルを採用している。彼のノベレン全集ではその語りの能力の素晴らしさが発揮されている。ティークはこのノベレというジャンルを創始した作家の一人だが、彼はこの形式において、叙述という要素を全く重要しておらず、ストーリーはある意図やイメージを描写するための手段に過ぎない。 これらのベレの中で最も重要なものに、絵画、旅人、山の老人、田舎の社会、婚約、音楽にまつわる苦悩と歓喜、人生の流れなどが挙げられる。歴史的のベレでは、ギリシア人皇帝、詩人の死、そして完成しなかったものの、ゼベネの反乱が非常に重要な作品として挙げられる。 これらのノベレ全てにおいて、簡潔で優雅な描写だけでなく多様で生き生きした典型的な登場人物と思想の深さが通すよう誘う。三文的ノベレにおいてもティークは円熟の筆致を見せてくれる。その最後の大作、ビットーリア・コロンボーナ、1840年は新フランスロマン主義の影響のもとに成立したが、 その色彩豊かな描写にもかかわらず苦悩の印象をより強く与えられるのである。編集者としての彼は1826年のアウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲルによるシェイクスピアのドイツ語、約ハインリ・ヒフォンクライストの移行全集、ヨーハン・オットフリート・シュナーベルのフェルゼンブルク島、レンツ全集、シェイクスピア全波などの工程、編集を行い、また劇団文芸員としての批評は、 文芸部員通信としてまとめられた。1841年、フリードリ・ヒビル・ヘルム4世は、ティークをベルリンに招いた。この時代のティークは、すでに多くの近親者と死別し、自身も病気で引きこもりがちで孤独な生活を送っている。1848年には、批評集がまとめられるなど名誉あり、憂いのない老後ではあったがよう離れた暮らしであり、 それは1853年4月28日に亡くなるまで続いた。ありがとうございます。